遅いわね。もうすぐ試合が始まるのに、もう一組のチーム来ないわよ。確かに妙だね。事情があって遅れているのか、それとも。ほら、キリキリ歩かないか。たくうるせえな。そんなにせかすんじゃねえよ。はあ、どうしてこんなことになったんだろうな。兄、気合を入れなよ。あいつらと当たった時にそんなことでどうすんのさ。あ、てめえらは。あなたたちのチームでしたか。道理で時間通りに来ないわけだね。ふーん、今日のお相手はお前さんたちじゃなかったか。ふん、運が良かったね。あんたたちと当たったら今度こそそこの能天気女に思い知らせてやろうと思ったのに。あ、なんですって。こら、無駄口を叩くんじゃない。公爵閣下の恩情があって参加していることを忘れたか。まあまあ兵士さん、そう目くじら立てないでくれよ。ここに連れてこられてから俺たちはおとなしかっただろう。願わくばまた牢に戻るまでその態度を通してほしいものだな。あんたたちもこいつらとはなるべく口を聞かないでほしい。面倒を起こしてもらっては困るのだ。別に面倒を起こすつもりはないけど。わかってると思うが、競技場には一個中隊の兵が警備についている。逃げられると思うんじゃないぞ。わかってますって。そんなバカな真似はしませんよ。ふんだ、目障りだからとっとと行けば。このガキの挑発に乗るなよ。いいな、くれぐれもおかしなことを考えるんじゃないぞ。ねえ、一体どうなってるのよ。どうしてあんたたちが武術大会なんかに出てるわけ。デュナン公爵あたりに出場しろと言われたんですか。確かに俺たちを出場させようとか言い出したのはそのなんとかっていう公爵らしいぜ。試合で勝つたびに刑を軽くしてくれるんだってさ。信じられないことするわね。ふーん、法治国家とも思えないような独断っぷりだな。なんともお茶目な公爵さんだ。まあせっかくの申し出だ。刑が決まって無所に移される前にできるだけ稼いでおこうと思ってな。もっともそれだけが理由じゃねえけどよ。え、どういうこと。うっさいな、あんたたちには関係ないだろ。僕たちにだってそれなりの意地はあるんだよ。僕たちと戦うために参加したんじゃないとすると、特務兵たちと戦うためですか。なんでその通りだぜ。あいつら味方のふりして俺たちのことはめやがったんだ。情報部とやらの勢力を拡大するための出しとして使い捨てやがったのさ。まあ騙された俺たちも間抜けといえば間抜けだけど、それでもえげつなさすぎだぜ。確かにそう考えてみるとあんたたちも不憫よね。だから哀れみの目で僕たちを見るなってば。僕たちに借りがあるくせに。え、あんたたちに借りって。この前の出来事さ、お前さんたちが要塞にいたことを連中に知られるとまずいんじゃないか。あ、連中への恨みがあったからてめえらのことは喋らなかったんだ。せいぜい感謝しやがれよ。確かに黙っていてくれたことは感謝します。なんだか面白そうな話をしてるね。どういう事情なのかお兄さんにも教えてほしいな。えい、なんでもないってば。おっと、お取り込み中のようだがそろそろ始まるみたいだぜ。皆様、大変長らくお待たせしました。これより武術大会本戦2日目を始めます。早速ですが、本日最初の第5試合のカードを発表します。南青の組、カルバード共和国出身武術家ジジ以下4名のチーム。北赤の組、遊撃士協会グランセル支部クルツ選手以下4名のチーム。来た、しかもカルナさんたちが相手だわ。
強敵だね。僕たちがジンさんの足を引っ張らないようにしないと。そう慎重になることはないさ。お前さんたちの実力は十分声優劇士に迫ってる。あとは勝とうという気合だけだ。うん、頑張ります。いざ行かん、戦いの園へ。来たね、エステル、ヨシュア。新人君たち、ヤッホー。どうも、先輩たち。胸を貸していただきます。不動の陣、あんたとは一度やり合ってみたかったんだ。どれほどの腕か、この剣で確かめさせてもらうぜ。ふん、いいだろう。こちらも全力で行かせてもらう。できれば決勝戦で戦いたかったものだが、ここで当たったのも運命だろう。かたやベテランの遊撃士集団、かたや注目の新人コンビと武術家ブレイサーと天才演奏家との混合チーム、どちらが勝つかはエイドスのみぞ知るだね。これより武術大会本戦第5試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。行くよ。はっ、任せて。とりゃ。せい。行くぞ。一気に殲滅する。これで終わりだ。俺の番だな。これで終わりだ。ハイトリュー王妃大人賞。行くとしようか。ここまでかい。行くぞ。せい。僕の番だね。これは避けられない。くらえ、グラッツスペシャル。行くよ。宝術、穏やかなること白波のごとし。僕の番だね。これは避けられない。そこ、行くぞ。
行くよ。僕の番だね。アーツ、駆動させるか。グラッツスペシャル。僕の番だね。神髄を見たまえ、ハウリングバレット。華麗な一撃さ。砲術返り咲くこと風花のごとし。美酒ってやつだな。勝負あり。青の組、陣チームの勝ち。見事だ、不動の陣。まさかここまでの凄腕とは。お前さんたちもさすがに手強かったぜ。エステルたちがいなかったら俺の勝ち目もなかっただろうな。私たち勝ったの？うん、なんとか足を引っ張らずに済んだね。謙遜するんじゃないよ。ジンの旦那もそうだが、あんたたちも十分手強かった。さすがはシェラ先輩の教え子だな。それにそこのお兄さんがそこまでやるとは思わなかったよ。お嬢さんの方もなかなかしびれさせてもらったよ。よければ試合の後にお互いの強さを称えて乾杯でも。いい加減にしときなさい。おお、やるじゃねえか。ああ、見ていて興奮しちまったぜ。悪くない試合だったじゃないか。ありがとう。どうしたの？あんたが褒めてくれるなんて。ひょっとして熱でもあるの？あんたみたいなアマちゃんを僕が褒めるわけないだろ。僕たちを追い詰めた連中に簡単に負けられると困るだけだよ。むっか、口の減らない僕っ子ね。まあまあエステル、どうもありがとう。いろいろあったのに僕たちを応援してくれたみたいだね。だから応援なんかしてないってば。うん、続きまして第6試合のカードを発表させていただきます。南、青の組、空賊団カプア一家所属、ドルン選手以下4名のチーム。北、赤の組、王国軍情報部特務部隊所属、ロランス少尉以下4名のチーム。よし、とうとう来たか。あの黒坊主どもに目にもの見せてやるぜ。こうなったのも何かの縁ね。応援してあげるから目いっぱい頑張りなさいよ。敵の体調には気をつけて。彼さえ自由にさせなかったら勝機は必ずあると思う。うん、じゃなくて余計なお世話だよ。よっ仮面の兄ちゃん、
待ってたぜ。借りを返せる機会をな。あの公爵には感謝しなくちゃいけないな。何がおかしいのさ。エレボニアの没落貴族、カプア男爵家の遺児たち、悪徳商人に領地を横取りされ、お家再興のために空賊家業、なんとも涙ぐましい話だと思ってな。てめえどうして知ってるんだよ。我々が所属しているのが情報部だということを忘れたか。我々への復讐など諦めて真面目に服役した方が身のためだ。どうやらお前たちは悪党に向いていないようだからな。なんだと。ずいぶんとまあさえずってくれるじゃないの。てめえなんざ動力砲の餌食にしてやら。これより武術大会本戦第6試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。これでも食らえ。うりゃあ。はっ。逃がさないよ。当たれ。やっ。こいつでどうだ。そう。さてと。逃がさないよ。当たれ。なかなかやるな。そんな。いいだ。勝負あり。赤の組ロランスチームの勝ち。負けちゃったわ。途中まではいい展開だったんだけどね。あの赤い隊長殿が動き始めたら崩れてしまったね。そこの試練相手だな。あれで本気とも思えんし、いまいち実力が読み切れねえ。今ので全力じゃないの？多分違うよ。最後の技を放った後も気の集中が衰えていなかった。まだ余力を残していると思う。とんでもないわね。あの惜しかったわね。慰めはいらねえ。俺たちの乾杯だったぜ。くそ、俺のサポートが甘かったからだ。キール兄は悪くない。僕があいつの切り込みを崩せなかったからだよ。まあ仕方ないでしょ。勝負は時の運とも言うんだし、あんたたちの敵は明日の試合で私たちが絶対に打ってあげるわ。何？おいおい、随分簡単に言うじゃないか。
そんな安請け合いできる相手じゃないと思うけど。ま、意気込みがないと勝てるもんも勝てなくなるからな。根拠のないところがまたエステル君らしいね。やっと終わってくれたようだな。ほら、グズグズするな。とっとと鳩場に戻るぞ。おいおい、冗談じゃねえぞ。戦ったばかりなんだから少しくらい休ませてくれよ。犯罪者の分際で甘えるな。ほら、さっさと来ないか。チッ、あー疲れた。おい、あんたたち。え？僕たちはもう明日はここに来られないけど、あんたたち絶対に勝てよな。あんなふざけた連中に負けたりしたら許さないからね。当たり前でしょ。任せておきなさいってば。絶対に勝ってみせるよ。気は済んだか。ほら、手間を取らすんじゃない。なんとか勝て。明日はいよいよ決勝戦か。激しい戦いに備えて英気を養う必要がありそうだな。そういうわけで今夜も酒場に繰り出すとす。そう来なくては。お付き合いさせてもらうよ。なんか違う気がする。僕たちは用事があるので今夜も遠慮させてください。ああ、それじゃあな。明日の朝フロントで待ってるぜ。グッドナイト、My sweetheart。 さてと、ナイアルが待ってるはずだし、私たちは雑誌社に行こっか。そうだね。情報部のメンバーについて何か分かっているといいんだけど。